今月3日から9日までに報告された三重県の新型コロナの感染者数は、一医療機関あたり2.07人と、前の週の1.1倍となりました。今日時点の入院患者数は、前の週から4人減って55人となっていて、重症者はいませんでした。三重県の担当者は、ここ最近は小幅な増減が続いているが、 例年、夏にかけて感染が拡大する傾向があるので引き続き基本的な感染対策を継続してほしいと呼びかけています。